では、肩の操作をします。肩で一番大事なところは肩甲骨の上角、それから、肩先に至るまでの肩甲骨の上角からのずっとへりですね、上のへりを操作していきます。で、一番最初に上角をしっかりこう掴んでください。で、上角を見つけたら今度はそれに沿っていけばいいわけですから楽ですよね。これが沿ってるんです。上角のへりにこう沿ってる、こういうふうに。だからいつも言ってるように筋肉をつかむに行くんではなくて骨をつかみに行けば必ず筋肉はつかめるわけです、ね、で靭帯をつかまなくちゃいけないから、ね、靭帯というのは靭帯のポイント、つかむポイントはみんなこの骨と靭帯がつながっているポイントほどいいわけですからね。こういうふうに肩先に向かって指を少しずつ少しずつ出しながら肩先までしっかりこう操作していく。これは骨の肩甲骨の骨の上をたどっているんですね。で、ここについている靭帯が硬くなると腕が痛んだりしびれたり麻痺したり、ね、腕が上がらなくなったりいろんなそういう症状が出てきます。ですから五十肩というのもその典型ですよね。五十肩というのは肩の病気の全てが出てくる典型的な病気ですね。